はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい、ににゃんこ子がね、仲うるわしいでございますね。はい、えーとですね、えー、皆さんね、なんかもうめまいがするような記事が出てきてます。はい、もう私、くラくラします。はい、読んでて。はい、えー、メモひとりごとさんのブログからなんですけど、あの、ニューのね、G の、 ランドのね、はい、ニューの G のランランドのね、あの女性の方ですね、リーのダーの。はい。気が、気がもう、あの、くるくるってしてますね。気がくるくるってしてます。なんかとんでもないことを言ってますよ。はい。あの、ぬっぽンもそうなんですけど、あの、気印にね、 木印に、はい、木印ですね。木印にね、あの、正の字をやらせてはいけません。はい、もう一度言います。木印に、正の字をやらせてはいけません。でね、この木印なんですけど、見た目にはわかりません。はい、あの、まともな格好をしてるのでね。えー、で、えー、見た目は割といい場合もあります。はい。え、でも、 おまあ、発言とか見ると、すごい記印である場合があるということですよね。最近のね、ダウンのキシキシもそういう感じですよね。はい。木印にあ政府の字をやらせてはいけません。はい。これは、あのー、いわゆるね、え一票をね、えー、入れるね、我々の責任です。はい。えどういうことが、 ニューの GG ジジのランナンのドットで起きてるかというとね。はい。えー、すごいこと言い出しました。まるで、えー、ちょびひげのおじさんみたいですね。昔ドイツにいた。えー、私の言うことに、はい、逆らうものはですね。はい。私の言うことに逆らうものは、全員ね、全員、 陰のぼ々論で、しかもテロテロリスト認定するって言ってるんですよ。はって感じじゃないですか。もう一回言いますね。私の言うことに逆らう人、はい、は全員陰のぼ々の論論で、しかもね、テロン、テロンテロンのね、リスリスのトット王だって言ってるんですよ。 これ、本当に、あの、ル印ですね。はい。えー、いいんでしょうかね。ニューの GG ジジのランランのドットの人たちはね、えー、リーのダーダーがこんなんで。まあ、だからこそね、えー、結構デモンデモンが起きてるんだとは思うんですけど、これ野放しにしてたら大変なことになりますよ。はい。えー、日本でもね、 あの、のばなしにしてると大変なことになりますから、はい。えー、きちんとね、皆さん本当に目を覚まして、えー、なんていうのかな、あの、髪数えですね、の時には間違わないようにしないといけません。はい。出ないと、出ないとですね、こういう変な人間が上に立ってきてしまいます。はい。 最近のね、ダーキシもおかしいですよね。なんか、棒の、棒の絵ですね。あれの日についてね。なんか、ね、虚空の民々に責任があるとかね、意味不明なことを言ったりしてますよね。えー、最近ちょっとそういった木印的な傾向が見られるんで、本当にね、監視してね。えー、まあ、これ、ちょっとね、次のね、線の極境の時は、間違わないようにしないと、 もうこれ、日本ぽもね、えー、こういうふうにニューのジージーのランランのドットみたいになっちゃいますよってことなんですよ。ここら辺がね、まあ国民としてのね、カルマのあるところです。もちろんね、他のおところに、党のひょうひょうした、多分ね、私たち、はい、いわゆる目が覚めてる人たちは、はい、えー、何かあってもね、 守られると思います。大きなものに。私はそう考えております。はい。少しね、本当にね、もう何でもそうなんですけど、ちょっとしたことに頭を働かせればね、はい。頭をは働かせればね、もう、あのー、わかるんですよ。おかしいなって。 まあ、そういうことですね。問題は,は、頭を働かせない人が大半だということです。はい。なので、日本でもね、ああいう人々,人々ですね、変なこと言う人々があー、リーのダーダーにのさばってたりするんですよ。はい。まあ、そういうことです。えー、皆さんね、あのー、 このね、ニューの GG ジジのランランのドットをね、人事だと思わずに、はい。えー、人事だと思わずにね、反省して改善しなきゃいけません。もちろん目が覚めてる人はもうね、じゅうじゅうわかってますんでね。はい。まあね、覚めてない羊ちゃんたちですよ、問題は。はい。 えー、なんせあの人たちね、読まないですから何にも。はい。読むのは空気だけで、本当読むべきものは文章とかね、その人の言葉なんですよ。はい。読まないといけないのは。あと、その人の行動だったりとかね。はい。えー、た、まあ、文章もそうなんですけどね、文章も読んじゃいませんからね。はい。読んでたら、あの、私の番号とかね、えー、ちょっとね、 え、やめようかなって思いますから。はい。あの、規約とか読んだらね。そういうことなんですよ。もう読まないでね、なんでもうのみにしてね、はいはーいってね、えー、やっちゃうからおかしなことになるんです。はい。そういうことです。人間としてね、頭脳があるんで、はい。えー、きちんと考えましょう。はい。えー、きついことを言いましたけど、はい。でもまあ、目が覚めてる人はもう、もうね、 これはもうできてると思います。問題は覚めてない人です。えー、どう、どうにかしてね、気がつかせたいんですけど、まあ、まあ、どうなんでしょうかね。何言ってもダメな人はダメですからね。はい。まあ、そういうことです。えー、でも、我々は目が覚めてる人は、このね、えー、ニューの G G のランランのドットみたいにならないようにね、えー、ちょっと、 監視を深めていきましょうということでね。はい。まあ、木印がね、木印にマーリーのダーをやらせると、ろくなことにならないという良い見本でございます。はい。それでは、皆様、またごきげんよう。沖縄おばばでした